ヘコパに田川陽介の旅番組ファンが激怒。伝統の名企画を2人が潰したお笑いコンビペコパがメインを務める新企画腹ペコパ 1g1円ローカルグルメはしご旅が12月3日の土曜スペシャルテレビ東京系で放送されると、番組公式サイトで発表された同サイトによると 1g1円という具合に食べた量に応じて旅の移動資金が支給されるルール。ペコパの2人とゲストがご当地の美味しいものを食べまくる興味深い旅になりそうだ。ところがこれに怒りの声を上げたのが田川陽介の旅番組ファンだった。その理由をテレビ指揮者が語るには、ペコパはこれまでローカル鉄道寄り道に出演してきました。この番組はもともとは田川と恵比寿吉和が田川恵比寿の旅バラで始めた企画、ペコパはそれを継承したわけです。ところが今回新たな企画を始めたということは、ローカル鉄道寄り道旅は終了、ペコパが伝統ある名企画を潰したということになるんです。田川から受け継いだ形のペコパのローカル鉄道寄り道旅は第4弾までが放送されているが、評判は初回から今一つ。さらにゴールの駅に向かう先々で旅の進め方を決めるルーレットのいい数を出すことができずに終わるなど、持っていないところを露呈した。田川と恵比寿の時とペコパでルールは同じ、それなのに面白さがパワーダウンしたということは、理由は演者にあります。田川と恵比寿の名コンビと比べるのは酷かもしれませんが、名企画を受け継いだのならもう少し頑張ってほしかった。企画を変えてまでペコパを起用し続ける必要があるのか疑問ですね。むしろペコパをクビにして別の人でローカル鉄道寄り道旅を続けてほしかったというのがファンの思いでしょう。前室テレビ指揮者、ペコパの新企画は受け入れられるのか。答えは12月3日に出る。